彩られた仮設住宅フラワープロジェクトは東日本大震災により建てられた仮設住宅を彩るアート活動。震災後に多く見られた物資を送るボランティアと違い仮設住宅の人、子供たちと一緒に絵を描き希望ある空間を創造するのが特徴的。建てられた仮設住宅の生活期間が延長されてしまう現状から 生活の無機質な空間を明るくする目的で結成された。2012年9月、ボランティア支援100名の参加により、宮城県石巻市ぬかずか前団地の仮設住宅の壁70メートルに花札の中を泳ぐ竜の絵が描かれた。仮設住宅8棟の壁をキャンバスに見立てたいは、全体で長さ約70メートルという大作。主催したアーティストの荒井文月が、 住民の要望をまとめ、花札の中を泳ぐ竜のデザインとした。花札には水星のペンキを使い、あやめ、桜、ボタンなどが描かれた。自治会長である小野高尾は竜の勢いのように早く復興して、自分たちも前に進みたい。ここからが出発点なので、壁画を見ることで前を向く力になればと思うと、コメントを残し、芸術活動でありながら、 被災地の心が支援ができると地元の TV やメディアに特集された。2013年は福島県いわき市の仮設住宅に住む人たちへフェイスペイントやエコバッグなどを制作し、2014年の6月には在ニューヨーク日本国総領事館、同年9月には東京ミッドタウンにて活動展を開催している。宮城県石巻市2012年8月24日。 石巻河北新聞、仮設住宅の壁に、竜のイラスト2012年10月4日、石巻河北新聞、竜の勢い、仮設の壁に宿る2012年8月22日、石巻日日新聞、アートで養う、復興のパワー2012年9月29日、宮城テレビ放送、ニュースエブリー、サタデー放送。ありがとうございます。